はい今回は玉木雄一郎について、えー、調べたことをお伝えしていこうと思います、えー、この玉木雄一郎についてですね、えーまあ、どういう人かっていうことを、まあ、聞かれたことがあるんですが、まあ、その時ちょっとよく分からなかったんでねでまあいろいろ調べてみたんですよでこの玉木雄一郎の正体っていうのがわかりましてこの東丸関係と東丸協会と、まあ、深い関係にあるっていう、まあ、そういったことがわかったんですね 今回回はここちらの件を考ええてておお伝えしししいいいうと思まますす今今もよろしくお願いいたします今ですね、日本の中で、あの、改憲、憲法改正ということが大きな話題になっており、まあ、僕たち、日本国民からしたら、改憲などね、全く望まないわけですよ。日本があの有事に巻き込まれる、救助がなくなる、緊急事態条項を、まあ、そういったものを通す、そういったことなんで、 国民が、まあ、そういう望まない会見をしようとしているのが今の現状でそれに、まあ、どこが乗り出しているのかっていうと自民党公明党維新の会国民民主の4つですね、まあ、他にも乗り出しているところがあるんですが大きくって、まあ、この4つが乗り出していると国民がまあ望まない会見をしようとしているこの4党っていうのは全く支持できない、まあ、そういったことなんですがでまあこの その、ねえー、国民民主の代表かな国民民主の代表なんですね、この田貫祐一郎って、でこの人物、何者かっていう話なんですが、この人物ですね、まあ、言ってるわけですよ、今、ね、会見の必要性に関する合意を得たいとか、だから国民を全く望んでいないから、まあ、いちいちそういうことはまああの、まあ、うるさいから黙れっていう話なわけですよ、しかしそういうことを言っていると。 でまあ、この玉木雄一郎の背後には何,か何があるのかということを調べた人がいたんですね、でそちらをまあ調べたら分かったんですよ、東丸教会と深い関係があると、で会見というのはその、ね、日本の宗主国、アメリカとマ、ね、丸教会が日本を有事に誘導できるような、そういった狙いがあるものであることから、も国民が懸念してるんですが、玉城にこういった情報があるんでこちらをお伝えいたします。 国民民主代表の玉木雄一郎が2020年11月に東丸協会の実質的機関紙、世界日報に登場して、会見議論を促進することを宣言したと、この確か世界日報って安倍も出てましたよね、だから本当にこういうものに出て、出て会見を促進するってことは、まあ、その東丸協会関係者ってことで、全く支持できないっていうことですよ。 でこの玉木雄一郎は世界日報のインタビューで、えー、まあ憲法改正草案を提示して、えーまあ、率先した改憲議論を深める意向を示したってまあ黙れって話ですけどね国民からしたらで、えー、まあ国債を発行して科学技術への教育を投資報道のこうのとかって言ってるんですがまずこのま何、あ、て言うのかなこの ここのニュースにもありますが、統一教会の、まあ、実質的機関紙、世界日報、世界日報イコール東丸教会なわけですよ。でこの東丸教会の、えー、雑誌で会見の話をしているということは、東丸教会の、まあ、側の人間、あるいはその傘下のまあ人間、えー、まあ、そういったまあ誘導をしている、そのように取れるわけですよ。だからつまりえー 世界日報イコール東丸協会、えー、そこの指示を言う、まあ、玉木雄一郎っいうのは日本国民の望まないことをすると、まあ、もっと言えば日本国民の敵であると、そういうふうな認識になるわけですよ。だから、東丸協会の会見からあの日本を有事に、えーまあ、引きずり込もうとしている、そういった今、流れなわ,わけですよ。だから自民党、あるいは、えー、公明党、 維新の会、国民民主といったものが、えーまあ、こういったものに乗り出していると、トーマル教会の、まあ、昔からの悲願がこの会見ということなんですよ、トーマル教会というのは日本をです、ねまあ、戦後からずっと分からないように、えーまあ、日本の宗主国と一緒に間接視野しているものですが、そういったものの願いが会見であると、で僕たち国民というのはその会見をあのどうにか防がないといけないということなわけですよ。 だからその自民党の背後にいる東丸協会イコール C‐A という図式でその東丸協会というのは自民党だけでなく公明党、あるいは維新の会、国民民主にも息をかけているという、まあ、そういったことですね。 うん、だから今回の件で分かったんですが、この玉木雄一郎というのは、東丸教会の機関紙に出て、会見を語るということは、東丸教会サイドということです。この東丸教会っていうものがですね日本を破壊しようとしてる、まあ、そういったこと、まあ、反日活動をしているということを、少し前からテレビに出て,て最近、この話が注目されないんですが、日本国民が気をつけないといけない話だと思います。でこののいうのは 会見を支持してるんで、この人間支持できませんし、このね、玉木雄一郎が代表を務めている、えー、国民民主っていうのも、このね、東丸協会、えーまあ、会見支持派である、そのようなことがわかるっていうことですね。今回、えーまあ、このののね会見ままあ動きはずっと最近注目されてるんで、まあ、その 会見に反対するっていう意味でも、この玉木雄一郎の正体を知っていただければと思いまして、今回調べたことをお伝えさせていただきました。最後まで聞いていただいてありがとうございます。今回はここで終わりです。失礼いたします。